この地球には人知を超えた高度な文明や人間の不思議な習慣が数多く存在する。そしてそんな地球の謎を解明するため、辺境の惑星 LOL プラネットからやってきたエージェントたちがいた。彼らは普段ダンスボーカルグループとして活動する傍ら、夜な夜な地球の高度な文明を調査しているのだった。5人のエージェントと1人のアシスタント AI で構成されたチームを人はこう呼ぶ、 LOL プラネット。これは銀河系のどこかにある辺境の惑星から、ガラパゴス惑星地球を調査しに来たエージェント LOL プラネッツの調査の記録である。さあ、ということで始まりました、 LOL プラネッツ。今日もよろしくお願いします。お願いします。なんか皆さん、しばらく見ない間に雰囲気変わりません？だいぶ。そうですかね。男子メンバー2人がもう真っ黒だからね、はい、すぐ合わせてくるんですよそう、ユウスケの真似したがりなんで僕。なるほどね、真似しちゃったんだユウスケがもう鼻をこうやって触ったら僕も触りますさて、 LOL プラネッツは各週で地球のさまざまな文明を調査していく番組です。本日も100億目指して頑張ってください。はい、はい、さて、今回調査しに行ってくれたエージェントはこちらの方です。はい、私でございます。ヒトザもう忘れてるでは今回調査した文明を発表してください。はい、今回私が調査させていただいたのは、私ほのか生まれ変わりました。テーマは、お馬さんでございます。あ、今かけたんだ。なんか、あ、皆様、あの、拍手なさってください。お願いします。なんか商品ということで、今回は横浜市のとある乗馬クラブへ伺いまして、お馬さんと触れ合い、おしとやかな心を身につけてきました。はい、ということで横浜市に今日はやってきております。ちなみに乗馬ってどんなイメージですか？乗馬といえばもう本当に貴族がするお遊びみたいなイメージがあるので、お金を持った人たちじゃないとなんかなかなか手をつけることができないんじゃないのみたいな。お馬さんも急に大きい声を叩く。はい、そうですか。やばいかも。はい、おしとやかな心を学ぶという、あれですね、裏テーマみたいなものがあるんですね。わかりました。足りてないかもしれない。ありがとうございます。あ、声が聞こえてきた。すごい。もう普通にもうやってるんですね。すごいよね。うわ、すごいすごい、走ってる。すごいすごい。みんな上級者なんですかね、これは。ここにいらっしゃる人たちって奥の方にも 何人か1、2、3、4、5。さあ、ということで今日はアバロンヒルサイドファームにお邪魔しておりますが、ざっくりどういう場所かご説明いただいてもよろしいですか？はい、ここは横浜市緑区にありますアバロンヒルサイドファームという乗馬クラブになります。はい、すごいですね。全く乗ったことのないお客様から、はい、あのレベルの高い全日本とかの競技にも出られる、はい、クラブになってます。私全く経験ないんですけど、はい、もう今日お馬さんに乗れることも可能ってことですか？はい、大丈夫です。素晴らしい。はい、ということで、着替えも完了して準備満タンになりました。ここは厩舎といって、厩舎の厩は馬屋という意味なんですけれども、お馬さんがここでご飯を食べたり、すごい、家泊まり、全ての生活をここで行ってます。一頭ずつ名前もしっかりあるんですね。はい、そうなんです。名札とお誕生日が入っていて、この子だったら6歳ですし、お隣のインタープロテクト君はもう27歳かな。27歳。もうおじいちゃんですね。うちのメンバーにもあの27歳 の男子がいるんですけども、おじいちゃんですね。そうですね、になっちゃうとすごい、いっぱいいる。大きいサラブレッドとかが多いんですけれども、はいはい、今日ほのかさんに乗っていただく馬がこちらのごまちゃんという馬になります。ごまちゃんはご飯食べたの？
アパルーサっていう種類になるんですけれども、このムチムチはアパルーサの特徴といいますかね、はい、でもこう体高高さでいうとポニーの分類になります。30歳40歳ぐらいの感じになりますかね、人間だと。でもこう乗馬としては脂が乗ってきて一番いい、そうなんだ、はい、お利口さんな年ですね。じゃあ引き戻していくんですけれども、こんな感じで手綱を右手と左手で持ってもらって、はい、犬の散歩みたいに一緒に行こうよって連れ出してあげるとついてきてくれます、はい、すごい。じゃあこちら、はい、どうぞどうぞ、いいな、失礼します。こんにちは。でじゃあまっすぐ出ます、はい、どうぞどうぞ、行きますよ、行こう、一緒に行こう、おまちゃん、おまちゃん行こう、かわいい、かわいい、初めての人ちょっとドキドキ、おまちゃん、こんにちは、一緒に行こう、行きましょう、かわいいね、なんかおしとやかだな、そのまま持って行ってください、それでもやっぱでかい、お掃除します、あー、お利口さんだね、そう、急所の中は滑らないようにゴム張りになってるので、はい、行ける、はい、行きます、あ、私が止まったらちゃんと止まってくれる、そうなんです、そうなんです、優しいんだ、頭下げて、あ、いい音、めっちゃいい音する、パカパカパカ、めっちゃいいやん、マジで癒されるよな、いや、いいね、これ、ね、これ何回ババという場所にお邪魔していますが、はい、今日は15分の試乗プログラムになりまして、簡単な馬の操作の仕方、それから乗り方とかですね、本当に初めの最初から、はい、乗れるんだ、はい、この台に上がっていただきます、こちらに左足をかけます、はい、で自転車にまたがるような感じでよいしょっと、おこっち側へまた上がります、はい、よいしょ、はい、まずここを使うんですね、そうです、そうです、今どっかつきやすいとこついてもらって、乗れます、左足ですね、はい、はい、よいしょ、よいしょ、でっけーやっぱ、はい、こちらを踏みます、すごい、結構しっかりしてますね、目線が変わりますよね、めっちゃ高い目線、はい、頭のてっぺんを糸で吊られてるようにっていうふうによく言われるんですけれども、はい、それが正しい乗馬の姿勢になります、うん、重たくないかな、大丈夫、全然、全然大丈夫です結構大柄な男の方でも乗りますし、あ、そうなんですか、はい、尻尾でか、かわいいお尻、ちょっとこう乗馬の触りというか、はい、一番最初のことをやってみたいと思います、はい、みんながどうやってこう馬を動かしているかっていうと、うん、気になりますよね、はい、この足なんです、はい、この足、ふくらはぎの部分を使ってお腹をキュッと圧迫するんです、ちょっとやってみましょう、両方締めます、はい、そうするとそれが馬に伝わって前に歩いてくれます、もう一回やってみましょう、馬さん止まっちゃったとします、歩いてほしいとします、はい、お腹を締めます、キュッ、そうすると歩いてくれます、ありがとう、はい、これを脚を使うと言います、脚を使う、はい、この脚が乗馬における一番大事なこう馬とのコミュニケーションと言いますかね、走ってるのも全部足でやってるんですか、そうです、今駆け足を後ろ、このペースでどこへ行く、全部足で指示を出して、あ、ペースも全部足なんです、そうです、すごい、その手綱を優しく引っ張ってみましょう、はい、1、2、3、それが止まりです、すごい、はい、賢い、はい、すごいな、頭いいな全部この小さな人の指示を口とお腹で感じてるんですよ、メリーゴランドみたいになってる、確かに、いやいや、エンジェルエンジェル、映画の話、悪やるな優雅な感じ出しておもろめっちゃ姿勢いいけど、いらんな、いらんな、このイメージ映像お嬢様なんだ、おまちゃんウケるな、長いな、長いな、イメージカット長い長いな、おもろい、引いてるな、何やねんこれ、じゃあちょうどいいので今度はですね、かゆいねこれ、今ハエが止まっちゃった、早足といってちょっと早いペースの乗り方をやってみたいと思います、そこ持っててください、今度はジョギングみたいにトン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 って上下の揺れになりますから、座ったままで大丈夫です、その揺れをこう後頭部の方へ抜いていくような感じです、はい、はい、じゃあちょっと早足って言いますね、軽く脚を使ってみましょう、キュッ、
わあ。すごい。乗れそうですか。割と早い。続けますよ。結構早いこれ。体感では。はい。かわいい。めっちゃいいやん。はい、歩いてきます。すごいな。結構揺れが変わりますよね。結構揺れが。はい。もう一回行ってみますね。はい。じゃあ脚をキュッと締めてみましょう。はい、そうするとごまちゃん早足してくれるので、はい。締めれば速くなる。ポッ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 と乗っていきます。スムになって、まあ、引っ張ってくれてるから今速い。また出たイメージカット。いらんな。今回アップこれ普通男と女でやるイメージカットなんよ。確かに。待って待って。BGM 変わってるし。やばいってこれ。おもろいんだが。お嬢様って。普通にスタッフさん映ってんのよ。まあ、イメージ真逆やな。せっかくねスピード速く走ってるのスローにされてるっていう。確かに。さあということで体験終わりまして。意外に思ってたよりも高さも高いし、このなんだろう、自分とそのおまさんとのバランスがすごい合わないと、リズム合わないとなんかうまく走れないんだなっていうのがすごく分かって、結構難しいものなんだなっていうのを今回勉強になりました。ありがとうございます。いや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 、そんなね、そんなストーリー深くないから。かわいい。さあ皆さんいかがでしたか。いや単純にやりたいの、うんね、馬とあんまりこう、うん、なんだろう、人生接してきて来なかった人は、ね、急にこうお馬さんと会って、うん、結構大きくて、うん、迫力にやられてこうビビっちゃう人も中にはいるらしいんだけど、うん、そうなんだ。でも本当に癒し、引き続きやってった方がいいんじゃない。あ、ちょっとおしとやかになってました、うん、なんかイメージ映像で見えたわ。あとちょっとやっぱ姿勢もいつもより良くなってたから、ね、趣味としてはいいかもね。いいかもね。AI の部屋にお届け物しなきゃだったな。失礼します。あ、持ってきましたよ、お届け物。どうぞ。ありがとうございます。あれ、何かする予定でした？そうなんです、今からちょっと実験をしようと思って、はい、実験？そう。何の実験ですか？実は私、地球で気象予報士として働いてて、はい、今からお天気の実験をしようと思うんです。そんなことがここで繰り広げられたんですか？雲をペットボトルの中で作っちゃいます。どういうこと？雲ってどうやってできるか知ってます？なんかもう綿菓子とかしかイメージがない。綿菓子むしろっていうそういう雲っていう想像しかないです。あ、そっかそっか。用意するものは結構簡単で、炭酸のペットボトルと、でここにまずお湯をちょっと入れます。お湯を入れて、はい、アルコールスプレー、制汗剤も蓋をします。透明の状態なんですけど、今圧力をかけてる状態ね、透明なんだけど、これを手を離した瞬間に、あ、ほんとだー、すごーい。わかる？これが雲です。すごーい。へこますと、そう、透明になる。これ今圧力がかかってることで、満員電車に乗ってぎゅうぎゅう詰めの状態、そうすると温度が上がるんですね。そこから離すと一気に満員電車がから人がいなくなって涼しくなる、はい、そうすると雲ができます。ほんとだー、すごい。
これが今満員電車の状態でしょ。さあ、ごめんなさい。雲もこういう現象ってことですか？そうなんです。雲も最初気圧が高いで、はい、温度も高い地上付近にいるんですけど、そこから上空に上がっていくと寒い、うん、で気圧も低くなるので、それが離した状態。だから飛行機とか乗った時めっちゃ雲いっぱいあるじゃないですか。そう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 、冷えてて、うん、そう、上空が冷えてて、そうなんです。面白い。デオトランドスプレーをさっき入れてやったんですけど、はい、入れずにやるとこういう感じで話して人気ない。なんでこのデオトランドスプレーって小さなパウダーがいっぱい入ってるんですね、うん、そのパウダーに水蒸気が集まって雲が見えるんです。へえ、面白い。空気っていっぱい塵、ゴミ含まれてるでしょ。はいはいはい。それを核にして水蒸気が集まって雲になるんですね。え、じゃあ雲がめっちゃ多い空とかって汚い空ってこと？そういうわけじゃないと思うけどね。小学生の時に知りたかったな。小学生の時もそうね。またお邪魔します。お邪魔しましたか？最後はですね、ちょっと私あのお上品にもう仕上がってしまいまして、うん、VTR の最後はちょっとあのティーをいただきながらちょっと締めのコメントを取らせていただきました、いらんな、見せろ、もう大丈夫です。もう十分だよ、ほのかちゃんのお嬢様は。やばい、やばい、しょっぱなからこれもう番組じゃん。これどうやって指示受けた、ほのかは。すごい。終わってから、乗馬終わってから、こう心と体を休ませる、お食事を取りながら、休ませる場所もございまして、こちらにはチーズケーキが用意されております。あとお食事も他に何品か用意されているみたいで、こちらチーズケーキとお紅茶の方を選ばせていただきました。ありがとうございます。じゃあまず紅茶の方からいただきたいと思います。めっちゃ景色いいね。優雅やな。下からの舐めいらんな。ちょっとあれ、もう一回、もう一回。もう一回使ってる。使ってるよ。うん、美味しいですね。こちらアールグレイティーですね。あ、すごい。鳥たちも喜んでおられますわ。じゃあチーズケーキの方もいただいていきたいと思います。ご飯もできるとこ。そう、ご飯も食べれる、パスタとかもあった。いいな。美味しい。めちゃめちゃ上品なお味でございますわ。意外とこんな身近な場所にあったんだっていう今日発見がありましたし、何よりもやっぱなんて言うんですか、セラピーにお馬さんで使われるぐらい、こう心の癒し効果があるみたいなので、それをね今日あの初めて近くでお馬さんを触ったり触れ合ったりして、めちゃめちゃ感じましたね。ハマっちゃうとちょっと危ないですね。あの本当に破産しちゃうかもしれない、私の場合破産しちゃうかもしれないと思いながら、ぜひ皆さん遊びに来てはどうでしょうか。それでは皆さんごきげんよう。え、どんぐらいなの時間は、うん、時間は今回15分だったんだけど、うん、私15分乗れたら結構満足するから。そうだね、一回行ってみると本当にハマっちゃうと思いますね。なるほどね。だから詳しい詳細とかはぜひホームページの方をチェックしていただきたいと思います。はい、うん、では保管ポイントがいくつ貯まったのか発表します。お、結果は144保管でした。なんかやっぱそこら辺なんよね。みんなそこら辺だね。でもだいぶおしとやかに変わったんじゃないですか。変わりましたかね、やっぱちょっと、うん、いかがですか、まあ、皆さん見てみて。確かに声が違うかも、いつもと、うん、もっとドスの効いた黒い声してるけど。失礼だな。ナオトさんいかがでした。そうですね、あの変わったんじゃないですかね。適当。適当やな。ということで見事保管達成、 LOL プラネットにお馬さんが保管されました。果たして次回はどのような文明を調査するのか。放送は12月8日。
それではごきげんよう。